ラスプーチンと妻、娘グリゴリー・エフィモビチ・ラスプーチン1916年12月30日は、帝政ロシア末期の祈祷像。シベリア、トボリスク県、ポクルフスコエ村出身。奇怪な逸話に彩られた生涯、怪異な要望から階層、怪物などと形容される。ロシア帝国崩壊の一員を作り、歴史的な人物票は極めて低い反面。 その得意なキャラクターから、映画や小説など大衆向けフィクションの悪役として、非常に人気が高く、彼を題材にした多くの通俗小説や映画が制作されている。ラスプーチンと子供たち1869年1月9日、シベリアのカンソンポクロフスコエ村のノーフエフィム、ヤコブレビチ・ラスプーチンとその妻アンナ・パルシュコバの第五子として生まれる。翌日に洗礼を受け、 ニュッサのグレゴリオースから名前を授けられ、グリゴリーと名付けられた。ラスプーチンは学校に通わなかったため、読み書きができなかった。そこを不良で粗暴な若者へ育った、グレゴリー青年はロシア正教へ小意識派のスコブツイ、教派の教義に傾倒、指導者としての頭角を表す。幼少期のラスプーチンについて、娘のマリア・ラスプーチナが記録を残しているが、 彼女の記録は信頼性が低いとみなされている。1887年に、プラスコビアフードロブなドゥブロビナと結婚するが、1892年、唐突に父親や妻に、巡礼に出ると言い残して、村を出奔した。一説では、野良仕事をしている時、生か民女、マリアの刑事を受けたと言われている。出奔後は、 ベルコチュアの修道院で数ヶ月過ごしたが、その際に出会ったミハイル・ポリカロポフに強い影響を受け禁止し、肉食を控えるようになり、村に戻ってきた時には熱心な修行像になっていた。左から、ラスプーチン、ドルガニョフ、ビストルフ1903年に再び村を離れ、数ヶ月間巡礼の旅に出かけキエフ・ペチェールシク、大修道院を巡り、火山では、 主教や上流階級の人々の注目を集める存在となった。ラスプーチンは十分な教育を受けていないため、独自の解釈で聖書を理解していたが、その熱心な姿勢が好感を与えていた。その後、ラスプーチンは、クロンシュタットのヨアンと共に、教会建設の寄付金を集めるために、サンクトペテルブルクを訪れ、サンクトペテルブルク神学校のセルギウス一世に寄付を求めた。 サンクトペテルブルク滞在中のラスプーチンは、アレクサンドルネフスキー大修道院に宿泊していたが、彼の心理的洞察力に感銘を受けたワシーリー、ビストロフに壊れ、彼の宿舎に移り住む。ロマノフ家の語学教師だったピエール・ジリアールによると、ラスプーチンがサンクトペテルブルクに来たのは1905年とされるが、歴史家のヘレン・ラ・パポートは1903年の、 始順説の頃と主張しているほか、1904年という説もある。アレクサンドラ・アレクセイ・ヨン王女とラスプーチン・サンクトペテルブルクに出た。ラスプーチンは、人々に病気治療を施して、信者を増やし、神の人と称されるようになり、神秘主義に傾倒する、ミリカ大公妃とアナスタシア大公妃の姉妹から、長愛を受けるようになり、1905年11月1日に、 大公妃姉妹の紹介で、ロシア皇帝ニコライ2世とアレクサンドラ皇后に、え見した。当時のロシア貴族の間では神秘主義が広く、浸透しており、アレクサンドラも神秘主義に傾倒していた。1906年10月、ニコライ2世の要請を受け、爆弾テロにより負傷したピョートルストルイピンの娘の、治癒にあたり、1907年4月には、エカテリーナ宮殿に呼び出され、 血友病患者であった、アレクセイ皇太子の治癒にあたった。医師たちは、ラスプーチンの能力に懐疑的だったが、彼が祈祷を捧げると、翌日には、アレクセイの発作が収まって症状が改善した。ギラード・トレキシカ、エレーヌ・カレール・ダンコース、ジャーナリストのディアムルド・ジェフリーズは、ラスプーチンの治療法は1899年以降、流通したスピリンの投与による、 鎮痛治療だったと推測している。血友病を治癒したことで、ラスプーチンは皇帝夫妻から絶大な信頼を勝ち取り、我らの友、聖なる男と呼ばれるようになったが、多くの人々はラスプーチンをペテン氏だと考えていた。G の f ゲニーボトキンとウラジーミルデ・エルベンコは、ラスプーチンの能力は、催眠術だと信じており彼を皇帝一家から、遠ざけようとし、 フェリックス・ユスポフは、ピョートル・バドマエフから入手したチベットハーブで、アレクセイを薬好きにしたと考えていた。しかし、ラス・プーチンは1913年以前には、催眠術に興味を抱いておらず、また、ユスポフの主張も現在では否定されている。1912年10月9日、皇帝一家は、ビアオビエジャの森に狩猟に来ていたが、そこで、アレクセイの病状が悪化した。 皇帝一家はスピアに移り治療を行い、アレクサンドラはペテルブルクにいるラスプーチンに助言を求めた。翌10日、ラスプーチンは小さな子が死ぬことはありません。しかし、私が治療するのをじいたちが許さないでしょうと記した手紙を送っている。ラスプーチンの助言通りにアレクセイは死ぬことはなかったが、病状が回復するのは1913年に入ってからだった。 ラスプーチンと信者の女性たちやがてラスプーチンは、アレクサンドラはじめ宮中のキプジンや、宮廷貴族の子女から、熱烈な信仰を集めるようになる。彼が女性たちの盲目的支持を得たのは、彼の巨婚と超人的な勢力によるという噂が当時から、流布しており、実際に、彼の生活を内定した秘密警察の捜査員が、呆れ果て、上司への報告書に、 集大の限りを極めた、淫乱な生活と記載するほどであった。しかし、貴族たちは、次第に、ラスプーチンが皇帝夫妻に容易に越権できることに対して、嫉妬心を抱くようになった。サンクトペテルブルクでは、アパート5部屋を借りて、家族と共に暮らしていたが、家賃はアレクサンドラまたは、信者のアレクサンドル・タネーフが代わりに支払っていた。1907年9月に、 トボリスクで開かれた教会裁判において、ラスプーチンはフリスト派を信仰しており、偽の教義を広め女性信者とキスや混浴をしたとして非難された。しかし、地元の司祭たちがラスプーチンを連れ出そうとした時には、すでに彼はトボリスクを離れており、フリスト派との関係を示す証拠も発見されなかった。このような集体は新聞によって大々的に報道され、 ラスプーチンの理解者だったビストルフも彼から離れ、ストルイピンもテートからの追放を画策していた。1911年初頭に、ニコライ二世はラスプーチンに巡礼団の一員になるように指示した。ラスプーチンは巡礼団に加わり精神上終身、ポチャイフ大衆動員に向かい、その後はコンスタンティノープル、イズミル、エフェソス、パトモス島、ロードス島、キプロス、ベイルート、 トリポリ、ヤファをめぐり、四巡説に、聖墳墓協会に到着した。ラスプーチン1912年初頭、ゲオルギー・ドルガニョフはラスプーチンがフリスト派の儀式に参加したと主張した。ラスプーチンがフリスト派の儀式に参加したことは事実と見られているが、言動にフリスト派の影響を受けたと思われる点は確認されていない。また、この時期には、ラスプーチンとアレクサンドラが、 愛人関係にあるという噂も流れた。噂に基づきミハイル・ロジャンコはラスプーチンに帝都から出ていくように要求したほか、首相、ウラジーミル・ココツェフはラスプーチンを亡命させるようにニコライ2世に進言したが拒否されている。トボリスク司教はラスプーチンを皇室とロシア正教会の仲介者と好意的に見ていたが、大半の司教たちは反感を抱いており、 政務会員はラスプーチンを不道徳者、異端者、エロトマニアなどと非難した。この頃、ラスプーチンはロシアで最も嫌われる人物の一人となっていた。ラスプーチンの言動はドゥーマでも問題視され、1913年3月にアレクサンドルグチコフ率いる10月17日同盟がラスプーチンの調査を行うことになった。しかし、トボリスク市教は調査への協力を拒否したほか、 ニコライ2世も、ラスプーチンの身を案じて、調査の中止を命令した。1914年1月29日、ニコライ2世は、ココテフを解任し、イワン・ゴレム・イキンとピョートル・バルクを、公認の首相、大倉大臣に任命した。入院中のラスプーチン1914年6月29日午後3時、ポクルフスコエ村に帰郷していたラスプーチンは、自宅で、器用ニャグセバに襲われた。 キオーニャは顔を黒いハンカチで覆い、探検で、ラスプーチンを殺そうとした。ラスプーチンは腹部を刺され、自宅から飛び出し、地面に落ちていた棒で反撃した。ラスプーチンは、近隣から医師が来るまで自宅に泊まり、翌30日午前0時に医師が到着し、治療を受けた。4日後、ラスプーチンは祭司に伴われて、船でチュメニの病院に移送された。知らせを聞いた。 ニコライ2世は直ちにチュメニに医師団を派遣し、手術を受けさせた。7週間後の8月17日、回復したラスプーチンは退院し、9月中旬にペトログラードに到着した。娘マリアによると、ラスプーチンは暗殺未遂の主犯別れを批判していたセルゲー、トルファノフとウラジーミル・ドズコフスキーだと信じていたという。しかし、トルファノフは、キオニアから、 ラスプーチンの暗殺を進言された際に拒否していた。10月12日、トルファノフは殺人扇動の罪で告発されたが、検察官は非公開の理由で起訴を取り下げた。また、キヨーニャは異常者としてトムスクの精神病院に収容されたため、裁かれることはなかった。この事件を最後に、ラスプーチンを公然と批判する勢力はいなくなった。ストルイピンはすでに暗殺され、 ここ、セフは失脚、ビストロフとドルガニョフは追放され、トルファノフも逮捕を免れるためマクシム・ゴーリキーの助けを借りて逃亡していた。ヤールレストラン1914年10月、警視総監ステパン・ペトロビチ・ベレトスキーはラスプーチンを24時間体制で監視するように命令した。監視役は二人組で、内カズとは注意を引きつけるおとり役だった。1915年1月に、 ロシア帝国内務省警察部警備局は、ラスプーチンの私生活に関する報告書を作成し、ニコライ二世に提出した。ニコライ二世は1日かけて報告書を読み、報告書は、ラスプーチンの敵である警察の捏造だと判断した。1915年3月25日、ラスプーチンは警護と共に、モスクワを訪れ、翌26日の夜に泥酔状態で、 ヤーるレストラン前にいたジプシーの女性歌手グループの前でズボンを下ろし男性器を露出したという。しかし、娘マリアによるとラスプーチンは暗殺未遂事件以降、土地勘のない場所に行くことを怖がるようになったため、夜に出歩くことはないと主張している。また、警察もレストランの従業員や歌手たちに話を聞くこともなく、信頼性に欠ける報告書を6月に提出した。 現在では、この事件は、ラスプーチンの評判を貶めるために、ドズコフスキーが絶造したものだとされている。後年、ドズコフスキーとベレトスキーは、ラスプーチンが、ヤールレストランを訪れた事実はないと認めている。海鮮ニコライニセイ、パーベルミルコーフによると、ラスプーチンが、政治に影響力を持つようになったのは、1914年5月頃からだと言う。年、 バルカン同盟諸国は第一次バルカン戦争で獲得した領土の分配をめぐって反目し合い第二次バルカン戦争を引き起こした。ニコライ2世は友好であるバルカン諸国の分裂を避けるため仲介を試みるがこの際にラスプーチンは仲介に反対した。これにより反スラブ主義を信奉するニコライ大公、ピョートル大公とその妻であり自身の支持者でもあったミリザ。 アナスタシア大公妃姉妹と敵対することになった。一方で、第一次世界大戦直前には、ドイツ帝国との戦争に反対し、戦争を避けるためならば、どんな努力も惜しみませんと懇願している。ラスプーチンは暗殺未遂事件で受けた、怪我の治療のため滞在していたチュメニから何度も、電報を打ち、戦争が始まれば、ロマノフ家とロシアの君主制は崩壊してしまうと、 国の将来に対する不安をとろしている。しかし、ラスプーチンの請願は受け入れられず、ニコライ2世は7月31日にロシア軍総動員令を布告し、ドイツ軍との先端を開いた。当初、戦争はクリスマスまでには終わると言われていたが、戦争は長期化し、東部戦線では150万人以上のロシア兵が戦死した。ロシア国内では、 食料の不足と価格が高騰するが、人々はドイツのスパイによる陰謀として、反独感情が高まり、1915年5月26日には、外国人が経営する店が襲われている。また、ドイツ出身のアレクサンドラ皇后を非難する人々も、現れ始めた。8月、ドイツ軍がワルシャワを占領し、ロシアの大撤退が行われると深刻な弾薬。 兵器不足に陥り、政界では清掃により、軍事大臣、ウラジーミルスホムリノフが失脚するなど国内は混乱した。反ラスプーチン機運の増大皇帝夫妻を、ラスプーチンの区物として描いた反皇帝派のポスター1915年8月19日、アレクサンドラ皇后とラスプーチンの集文を新聞に持ち込もうとしたドズコフスキーとウラジーミルオルロフが罷免された。 ニコライ2世は、以後、アレクサンドラとラスプーチンの関係を議論することを禁止した。8月23日、ニコライ2世は指揮を維持するため申請を行い、ペトログラードを離れ、内政は、アレクサンドラと彼女が相談役としたラスプーチンが担当することになった。これに対し、閣僚たちから反対意見が出たが、首相のゴレムイキンは、悲鳴を示唆して、 反対意見を封殺した。これに対し、対抗処置として、ドゥーマが9月3日に無期限の休会を宣言し、ゴレムイキンは1916年2月2日に辞任した。再開されたドゥーマでは、ワシーリー・マコラコフが、現在のロシアは狂った、運転手がブレーキも踏まずに狭い山道を走っているようなものだと発言するなど、アレクサンドラとラスプーチンへの批判を強めた。 ニコライ2世の申請後、アレクサンドラは政務に追われ、ラスプーチンと会う機会が減ったが、手紙や電話、週に一度行われる意見を通して、ラスプーチンに意見を求めた。これにより、アレクサンドラに対するラスプーチンの影響力は拡大した。1915年後半に二人は前線にいるニコライ2世に助言を行い、12月にラスプーチンはアレクセイの治療を行った。 1916年2月2日、ラスプーチンの支持者であるボリス・スチュルメルが首相に就任した。この頃、内務大臣、アレクセイ・フボストフとベレトスキーがラスプーチン暗殺を計画し、同時にアレクサンドラとラスプーチンはドイツのスパイであるという噂を流した。3月3日、噂を流したことが露見したフボストフは悲免の上、財産を没収され、 スチュルメルが内省を兼務することになった。パーベル・ミリコーフ11月、ドゥーマが開会されると、ミリコーフは、アレクサンドラ、ラスプーチン、スチュルメルをドイツに味方する勢力の裏切りと断劾した。ミリコーフは、スチュルメル内閣の政策をドイツへの利的行為と訴え、演説の中で、これは愚行なのか、裏切りなのか、と繰り返し、議場からは、愚行だ、裏切りだ、 両方だ。と賛同の声が上がり、弾劾演説の内容は国内や前線に配布された。また、ウラジーミル・プリシケビチも議会でアレクサンドラとラスプーチンを弾劾し、皇帝の大臣たちは皇后とラスプーチンの区靴となっている。ラスプーチンが生きている限り、ロシアは勝利できないと演説した。議員だけではなく貴族たちからも批判の声は高まっていた。 ニコライ・ミハイロビッチ大公によると、ゲオルギー・リボフとミハイル・アレクセーフは、機密情報をアレクサンドラとラスプーチンが独占していると考え、アレクサンドラをリバディア宮殿またはイギリスに追放することをニコライ2世に進言したという。また、ユスポフはドミトリー大公と共に、ラスプーチン暗殺を計画し、プリシケビチと接触指導士に引き入れた。グチコフは、 アレクサンドル・ケレンスキー、アレクサンドル・コノバーロフ、ニコライ・ネクラーソフ、ミハイル・テレシチェンコら進歩的ブロックのメンバーと共に、クーデターを計画するが、協力を求めたニコライ・ミハイロビッチ大公に、軍が支持しないだろうと拒否され、未遂に終わった。アレクサンドラはこれらの動きに対し、ディボフ・トグチコフをシベリアに追放することを、ニコライ二世に求めた。暗殺前夜、 ポリカロポフとラスプーチン1916年1916年夏、ラスプーチンはアンナビル・ボバ、リリー・デーンとともにポクルフスコエ村に帰郷したが、村人は彼がペトログラードに戻ることに反対したという。11月10日、銀内閣制の推進を図るアレクサンドル・トレポフが首相に就任し、アレクサンドラの後ろ盾を得ていた内務大臣。 アレクサンドル・プロトポポフの留任を拒否した。アレクサンドラは、トレポフと共にスタッフカに赴き、プロトポポフを留任させるように懇願し、ラスプーチンも、アレクサンドラを支援するため後通の電報をスタッフカに送った。これに対し、トレポフは、辞任を示唆して抵抗した。11月31日、ドイツ首相テオワルト・フォン・ベートマン・ホルベイクがロシアとの和平交渉を模索し始めた。 これに対し、外務大臣、ニコライ・ポクロフスキーはドゥーマで演説し、和平交渉を行うつもりがないことを宣言し、ドゥーマもこれを支持し、モルダビアへの増派を決定した。アレクサンドル・プロトポポフ・トレポフとアレクサンドラの対立は続き、12月7日まで、プロトポポフの留任は承認されなかった。プロトポポフの排除に失敗したトレポフは、翌8日、 彼の支持者であるラスプーチンの買収を試みた。トレポフは、義理の兄、エーエーモゾロフの協力を得て、ラスプーチンに政治から手を引くならば、大金と屋敷、護衛を送ると持ちかけた。しかし、トレポフの動きはアレクサンドラに察知され、12月13日には、トレポフに買収行為を批判する警告文が送られた。この頃になると、ラスプーチンは、 年内に自分が死んでしまうと口ばしり外出することもほとんどなくなり、自身の預金を娘、マリアの銀行口座に移している。12月16日午後3時、ラスプーチンはバニャから自宅のアパートに戻り、7人の来客の応対をする。午後8時頃に、ビルボバからアレクサンドラとミコたちの署名と日付が入った小さなイコンを送られ、 ユスポフの屋敷を訪問するように提案された。アンナの後に訪問したプロトポポフは10分間ほど、ラスプーチンと面会したが、その際に、今夜は外出を控えるようにと伝えている。1916年12月17日、ラスプーチンは、ユスポフ一般によって暗殺された。しかし、暗殺犯が、ロシア有数の大貴族だった、ユスポフや、 皇族のドミトリー対抗だったため、警察は満足な捜査を行うことができず、ユスポフに拒否され暗殺現場であるも、イカ宮殿に立ち入ることすらできなかった。さらに、ソビエト連邦成立後に捜査資料の大半が破棄、もしくは消失したためラスプーチン暗殺の詳細は、不明な点が多く、様々な逸話が残されている。結婚フェリックス・ユスポフ暗殺結行の数日前、ユスポフは、 モイカ宮殿の新築祝いのパーティーにラスプーチンを誘い、その際、美人と評判だった妻入りのアレクサンドロブナと引き合わせることをほのめかした。12月16日夜、ユスポフはスタニスラフ・デラゾベルト博士と共にラスプーチンのアパートを訪問した。翌17日午前1時、ユスポフは改築したモイカ宮殿にラスプーチンを招待した。 案内された部屋は防音設備が施されており、ラスプーチン暗殺のためにワインセラーを改築した部屋だった。プリシュケビーチの証言によると、窓際にはラスプーチンが好む甘口を含む4種類のワインが置かれていたという。2階の応接室には暗殺メンバーのドミトリー大公、プリシュケビーチ、ラゾベルト、スホーチン大尉のほか、ユスポフの母ジナイダユスポバの友人がいた。 ロマノフ家と親しかった美術賞アルバート・スタフォードは同席していた友人はフィドル・アレクサンドロビチ公とニキータ・アレクサンドロビチ公だと推測している。また、この他にも複数の女性が同席していたが、ユスポフは女性の名前を生涯明かさなかった。ドミトリー大公、ユスポフの回顧録によると、ユスポフは青酸狩りを持った。 プチフールと紅茶をラスプーチンに用意したという。しかし、ラスプーチンは、毒入りの食事を平らげた後も態度に変化を示さず、ユスポフを驚愕させた。ユスポフはラスプーチンにデザートワインを飲ませしばらく、談義していた。数時間後、ラスプーチンが泥酔したことを確認したユスポフは、応接室に向かい、ドミトリー大公からリボルバーを受け取った。ユスポフは部屋に戻ると、 背後からラスプーチンに向かって2発発砲した。銃弾は、ラスプーチンの心臓と肺を貫通し、彼は床に倒れ込んだ。しかし、死んだと思われたラスプーチンは起き上がり、目を見開き、自らの危機を知ったという。驚愕したユスポフは階段を駆け上がり中庭に逃れ、騒ぎを聞いて駆けつけたプリシケビチがラスプーチンに向かい、拳銃を4発発砲した。 4発のうち3発は外れたが、1発は右陣上脈から背骨を貫通し、ラスプーチンは雪の上に倒れた。しかし、ラスプーチンは起き上がったため、神経質になったユスポフは、靴でラスプーチンの右目を殴り、その後、ラスプーチンは額を拳銃で撃たれた。もう一宮殿のラスプーチン暗殺現場同じ頃、周囲を巡回していた警官2人が銃声とも、 イカ宮殿から出ていく車を目撃した。ユスポフたちは、ラスプーチンの遺体の処理について相談し、ペトルフスキー橋から遺体を捨てることに決めた。プリシケビチは、警官に、ラスプーチンを撃ったのは自分だと自慢したが、事態の重大さを認識すると、皇帝のためにやったことだと弁明した。スホーチンは、ラスプーチンの生存を偽装するため、彼の子と雨靴、 手袋を着用し、ドミトリー大公とラゾベルトと共にプリシケビチの車に乗り込んだ。スホーチンたちはプリシケビチの屋敷の暖炉でラスプーチンの衣服を焼却しようとしたがプリシケビチの妻に拒否されたため、そのままもイカ宮殿に戻った。モイカ宮殿に戻ったドミトリー大公は絨毯で巣巻きにした遺体を車に積み込み、クレストフスキ島に向かい、 橋の上から凍りついた根場川に氷を割って開けた穴に遺体を捨てた。遺体発見、ラスプーチンの遺体12月17日午前8時、警察は、ラスプーチンのアパートを訪れて、娘マリアに、父親の行方について尋ね、同日中に、ラスプーチンの失踪はビルボバによって、アレクサンドラに報告された。また、プロトポポフモ,モイカ宮殿から戻った警官の報告を受け、 ラスプーチンが何らかの事件に巻き込まれたことを確信した。アレクサンドラは直ちに捜査を命じ、警察は、6日宮殿近くで結婚を発見し、ユスポフを問い詰めるが、ユスポフは、事故で飼い犬がドミトリーに撃たれたので、それは犬の血だと返答した。ユスポフたちはアレクサンドラに越見を求めたが拒否され、書面で事情を説明すると訴え、プリシュケビチもそれを支援したが、 彼は午後10時にペトログラードから逃亡した。12月18日、モイカ宮殿の血液が人間のものだと判明し、ユスポフとドミトリー大公は自宅南近下に置かれた。同日午後にはペトロフスキー橋の欄干から血痕が、橋の下からは雨靴が発見され、夜に娘マリアと姉妹たちによって雨靴がラスプーチンのものだと確認された。 ラスプーチン暗殺を報じるギリシャの新聞12月19日、早朝、橋から140メートル西に離れた岸辺から、ラスプーチンの遺体とコートが発見され、15分後に警察や政府関係者が到着した。遺体の手足はロープで縛られていたが、手首のロープは川に捨てられた際に溶け、両腕は死後硬直で伸びきっていた。夕方には、ラスプーチンの遺体は、 チェスメ協会に運ばれた。翌20日、司法大臣、アレクサンドル・マカロフが捜査を妨害したとして、罷免された。同日夕方に、ラスプーチンの検視が行われ、死因は頭部を狙撃されたためと結論づけられた。一説に、ラスプーチンの死因について、肺に水が入っていたため死因は溺死であり、川に投げ込まれた時点で生きていた、自力で岸辺にたどり着き、 十字を切ろうとして死んだというものがあるが、実際には、ラスプーチンの肺から水は検出されず、胃からもアルコールが検出されたのみで、毒物は検出されなかった。検視によると、遺体の傷の大半は死後に傷つけられたものであり、右目は殴られ陥没し、端から投げ捨てられた際に欄管にぶつかり右の頬骨が砕けていた。また、暗殺者たちに切り取られた。 ラスプーチンの弾痕とされる13インチの巨大な断性器のアルコール付け標本がサンクトペテルブルクの博物館に保存されている。12月21日午前8時45分、ラスプーチンの葬儀が取り行われ、皇帝夫妻と四王女、ビルボバと彼女のメイド、デーン、プロトポポフ、ロマン大佐が参列した。また、娘マリアは妹ガルバラと共に参列したと主張しているが、 真義不明となっている。同日、イリナの父、アレクサンドル・ミハイロビチ大公は事件を終わらせるために、ニコライ2世に手紙を書いた。一週間後、ニコライ2世はユスポフを彼の治療、ベルゴロドにドミトリー大公を前線勤務の形で、イランに追放した。ニコライ2世は二人に対し、裁判所が二人を起訴することはないと保証している。これに先立つ12月24日には、 警察は、ユスポフとドミトリー大公への尋問を停止するように命令された。通説への疑問、ウラジーミル・プリシュケビチ上述のように、ラスプーチン暗殺に関する捜査資料の大半は、現存しておらず、現在伝わっている暗殺の詳細は2月革命、10月革命を生き残ったユスポフ、ドミトリー大公、プリシュケビチの解雇録や証言に基づいている。しかし、 ユスポフは過去数回にわたり証言を変えており、1917年以来暗殺の動機を愛国心に突き動かされたとしていたが、晩年の1965年にはラスプーチンの魚食かぶりを嫌をしての暗殺だったと主張するなど信憑性について疑問が残る。また暗殺当日のラスプーチンの衣服の色や不詳箇所、 使用した武器の種類、遺体の処理に車を使用したかどうかなどの詳細についてもそれぞれ証言が食い違っている。プリシケビチは至近距離からラスプーチンの後頭部を撃ったと証言しているが、検視結果ではラスプーチンが後頭部を撃たれた形跡は確認されなかった。さらに、ラスプーチンは額を撃たれていたが暗殺時に拳銃を発砲したユスポフとプリシケビチの二人ともくの 銃撃について研究しておらず、使用された拳銃の光景すらわかっていない。イギリス情報部官予説、オズワルド・レーナーこの頃、イギリスは、非戦派のラスプーチンを危険視しており、彼が死ねば、ロシアが、戦線離脱することはなくなるだろうと考えていた。ラスプーチン暗殺時、ペトログラードには、イギリス秘密情報部工作員のオズワルド・レーナー、中尉とスティーブン・アリー大意が滞在しており、 レーナーというスポフは、オックスフォード大学時代の友人だった。歴史家、アンドリュー・クックは、暗殺当日、レーナーは、モイカ宮殿に滞在していた。しかし、彼は、ロシア人たちが暗殺を遂行するのを待つ必要は、なかったと述べている。歴史家、マルガリータ・ネ・リパは、暗殺に、イギリス軍の軍用銃である、ウェブリー・リボルバーが使用されたと推測している。歴史家、 ジョゼフ・フールマンは、イギリス側が12月17日午前5時30分には、ラスプーチンの死亡を把握していたと指摘している。簡易予説について、暗殺時の秘密情報部ロシア局長、サミュエル・ホアは、もし我々がラスプーチン暗殺に関わっていたのならば、その証拠が発見されることを期待していますと、語っている。1916年12月27日、 トレポフが解任されニコライ五立院が首相となり、同時に教育大臣パーベルイグナチフ、軍事大臣ドミトリー・シューバイフが解任された。1915年から1917年の2年間で、ロシアは首相が3人、内相が5人、外相が3人、戦争相が3人、運輸相が2人、農業相が4人交代しており、有能な人物が排除され政権は、 不安定な状態となっていた。人々は、ロシアの問題の原因は、ラスプーチンではなく、チャールス・コエセローに引きこもり有効な手段を講じない、ニコライ二世にあると感じるようになっていた。また、ラスプーチンという盾を失った、ニコライ二世とドゥーマの対立も、深刻化した。退位宣言書に署名する、ニコライ二世2月23日、2月革命が、 勃発するが、五立院内閣は暴動を抑えることができずにいた。26日、兵士の一部が暴動側に加わり、ニコライ2世は軍隊を出動させて、暴動を鎮圧するように命令し、同時に五立院の反対を押し切りドゥーマを解散させた。27日、五立院内閣は、マリーンスキー宮殿で最後の閣議を開き、ニコライ2世に総辞職の意向を伝えた。これを受け、 ドゥーマ議長、ミハイル・ロジャンコヒキール、臨時委員会は、閣僚や政府交換の逮捕を命令した。3月2日、グチコフは、ワシーリー首里ンと共にプスコフの大本営を訪れ、ニコライ2世に退位を求めた。同日、ニコライ2世は、退位を宣言し、ロマノフ朝、ロシア帝国は崩壊した。ラスプーチンの墓3月4日、ロシア臨時政府手法大臣ケレンスキーは、 ラスプーチン暗殺に関する捜査の中止と暗殺犯への恩赦を決定した。8日、臨時政府はラスプーチンの墓がアレクサンドラと4王女の礼拝の場所として使用されているとして皇帝一家の行動を制限した。秘匿されていたラスプーチンの墓はザールスコエセローにある森の中の岩山で発見され、棺は大勢の群衆が見守る中掘り起こされ近隣の 視聴者に運ばれた。歴史作家でジャーナリストのブライアン・モイニハンは、この時の様子を一家のように記している。ラスプーチンの顔は黒く変色しており、胸には小さなイコンが置かれていた。そのイコンには、ビルボバ、アレクサンドラ皇后と彼女の4人の娘の署名が記されていた。遺体は梱包され秘密売りに、ペトログラードから運び出されることになり、次の日に、 遺体はトラックに積み込まれペトログラードを出発した。3月10日、ラスプーチンの遺体を乗せたトラックはペトログラードを出発したが、途中でトラックが故障して運べなくなったため、遺体は路上で焼却されたという。一方で、遺体はサンクトペテルブルク工科大学のボイラー室で焼却されたという説もある。左からプチャーチン少々、ラスプーチン、 ロマン大作闘像を名乗っていたが正式な肩書きではなくどの宗派にも所属していなかった。リリー・レーンはラスプーチンはシベリアなまりがひどく話の内容はほとんど理解できなかったと述べている。歴史作家アンドレアマルリクはラスプーチンは満足な教育を受けなかったため文法上誤った文章しか書けなかったと述べている。予食家のイメージが強く皇帝一家や 貴族のために祈りを捧げた直後に、売春宿へ出かける二面性を持っていたという逸話がある。しかし、この逸話は、ニコライ大公による創作の可能性が指摘されているほか、漁食に関わる逸話の半分近くが、性的による創作と言われている。こうした指摘があるにも関かかわらず、ラスプーチンイコール漁食家のイメージは強く残っており、ロシア各地にラスプーチンの名を冠した。 ストリップクラブが存在する。金銭に対して無頓着であり、金銭を受け取ってもすぐに他人に譲ってしまうことが多々あったという。また、街頭の宅発や劇場、レストランカフェなどで気前よく大金を支払うため、金銭に執着しない無視の男という評判を得ていた。アレクサンドラは息子、アレクセイの血友病を治癒できるラスプーチンに強く依存していた。 歴史家、ジェラード・シェリーによると、ラスプーチンはその立場を活用して、ロシア再建のための政策実施を計画していたという。また、ラスプーチンの周囲には、ロシアの重要情報を目当てに、ビクトル・チェルノフなど様々な人物が出入りしていた。存命中は、右派からは、皇室の名誉を傷つけた男として、左派からは、民主主義の敵として嫌をされていた。 ラスプーチンの敵対者は彼をドイツの代理人と求断していたが、実際のラスプーチンは平和主義者であり、ロシアが参加するすべての戦争に反対の立場をとっていた。娘マリアによると、ラスプーチンは暗殺未遂事件以降、遺産方に苦しみ砂糖を飲んで難をしのいでいたという。また、 事件以降デザートワインを飲むようになったという。彼女は回顧録の中で、父ラス・プーチンの悪評は敵対者による中傷であり、事実に反する劣像と主張している。現代のロシアでは、ロシア正教会のニコライ・グリャノフや、一般国民から、偽人の扱いを受けている。ラス・プーチンを偽人とする意見に対して、アレクシー2世は、ラス・プーチンはイヴァン4世。 ヨシフ・スターリンと同じ狂人であると反論し、ラス・プーチンを聖人にしようとする動きを否定した。ザ・フォール・オブ・ザ・ロマノーフスのポスター、ザ・フォール・オブ・ザ・ロマノーフスの一シーンその怪しげな経歴、要望、女性関係、最後に加え、ロマノフ朝との関連等から、ある意味では神秘的な人物、あるいは期待の怪人物ともいえ、それゆえに、フィクションの世界では、 国境の別なく非常に人気の高い人物である。ありがとうございます。